超芸術トマソンとは、赤瀬川玄平らの発見による芸術上の概念。不動産に付属し、まるで展示するかのように美しく保存されている無用の長物。存在がまるで芸術のようでありながら、その役に立たなさ、秘術用において芸術よりも、もっと芸術らしいものを超芸術と呼び、その中でも不動産に属するものをトマソンと呼ぶ。その中には、 かつては役に立っていたものもあるし、そもそも作った意図がわからないものもある。超芸術を超芸術だと思って作るものはなく、ただ干渉するものだけが存在する。トマソンの例トマソンの例語源は、プロ野球、読売ジャイアンツににシーズンだけ在籍した、ゲイリー・トマソンから。トマソンは、元大リーガーとして移籍後1年目は、そこそこの活躍を見せたものの、2年目は、 全くの不発であるにもかかわらず4番打者の位置に据えられ続けた。空振りを見せるために4番に据えられ続けているかのようなその姿が、ちょうど不動産に付着して美しく保存された無用の長物という概念を指し示すのにぴったりだったため、名称として採用された。固有名詞が名称として採用された理由は、 それまでの言葉では説明しがたい新しい概念を持つものだったため、むしろしがらみのない新しい呼び名を必要としたためと考えられる。新しく発見された病名など、学術的用語に個人名をつけるのに似ている。トマソン選手の名前の由来と、長芸術トマソンの概念に関連はない。1972年、赤瀬川玄平、南新坊。 松田鉄夫が、東京、四谷の旅館、昌平館脇の道を歩いている時に、登り降りする携帯と機能はありながら、登った先には、出入り口がなく、降りてくるしかない立派な階段を発見した。しかもその手すりには補修の跡があり、大事に保存されていることが伺われた。翌年、赤瀬川玄平が、西部池袋線江戸田駅でベニヤ板で塞いである。 使われなくなった出殺口に気づいた。その紅ニ板は、長年の銭の出し入れでくぼんだ石の表面に合わせて、必要以上に律儀に、微妙な曲線に切断されていた。また、南新坊が、お茶の水の山岳病院で、極めて堂々とした作りでありながら、出入り口だけが、きっちりと、セメントで塞がれた、通用門を発見し、報告をした。 こうした物件は、四ツ谷の純粋階段、エゴタの無用窓口、お茶の水の無用門と名付けられ、共通する概念として浮上した、超芸術イコール、芸術のように、実社会に、まるで役に立たないのに、芸術のように大事に保存されあったかも美しく展示、提示されているかのような佇まいを持っている。それでありながら、作品と思って作ったものすらいない点で芸術よりも、芸術らしい。 存在の例として認識された。障芸術の中でも不動産に付着するものを一言で言い表す、愛称、通称のようなもの、固有名詞として、トマソンという名前が与えられた。当時、赤瀬川が講師をしていた、美学校、高原学教室の生徒の議論の中でこの名前が決まった。なお、トマソン選手の三振の記録は132で、 途中で対談した1982年にはそれを上回るペースだった。この概念が赤瀬川の連載のあった美白屋書房の雑誌写真時代で1982年に発表され、光原学教室の生徒たちの探査活動や赤瀬川自身の採集による物件の写真が赤瀬川の筆で発表され、読者からの物件の報告を市場で 発表解説するという形が取られると一つのブームとなり、一挙にトマソンの概念が広まった。写真時代の連載は途中で、美白夜書房館の単行本、超芸術トマソンにまとめられた。この単行本は連載途中までの掲載で、後に、ちくま文庫から文庫版で出るときに全てが収められた。なお、赤瀬川の連載は同じく、 松井明編集長の雑誌、ウィークエンドスーパーの連載、自宅でできるルポルタージュが、雑誌名変更とともに、いつの間にか、超芸術トマソンに変わったものである。1983年に、トマソン観測センターによる、モダイル街並みという展覧会が、新宿のギャラリー612で開かれ、赤瀬川原平の絵画や、物件の写真が展示された。 その後出版社東京道公園による東京でのトマソンバスツアーや赤瀬川限定によるレクチャーが所々で開かれ、また NHK や午後11時などの TV 番組で取り上げられ、単行本、超芸術トマソンが出版され一つのブームのピークを迎えた。しかし、当の赤瀬川やその生徒によるトマソン観測センターはブームの盛り上がりによって、 かえって疲弊してしまい、次第に活動は、下火となっていった。その頃、藤森照信らの建築探偵、林上司のマンホールその他路上のもろもろの収集、南新坊の張り紙最終分析、一木務の建築破片収集などの路上にまつわる、コレクションの活動とブッキングされて、筑区間房から、路上観察学入門が出版され、 それに合わせて1986年、学士会館で、路上観察学会の発足式と称したイベントが開催され、記者会見などを行った。企画したのは、ちくま書房の編集者、松田哲夫である。1996年12月4日、パソコン用ソフト、超芸術トマソンの冒険が、ジャストシステムより発売。 これは、同社と地区間処の提携によるもので、赤瀬川原平、南新房、松田哲夫の3人が出演する約45分の取り下ろし動画、架空の街、トマの大のトマソンを探索する、モードなどを収録。2012年には、トマソン観測センターが Facebook を開設、インターネットで物件の報告を受け付けたり、報告された物件をシェアするという形で広く、 紹介したり、また専用の報告用紙をネットでダウンロードできるようにしたりとインターネットと融合した新たな動きを始めている。また物件報告会も年に2回程度開催されている。トマソンは映画などの分野にも影響を与えていて、映画、機動警察、パトレイバーザムービーにおいてトマソンの一種である。 原爆タイプがあるシーンに登場し、奇妙なリアリティを与えていたという例がある。またウィリアム・ギブスンの近未来小説、バーチャルライトにも超芸術トマソンが出てきており、そのことは合衆国の野球選手名館のサイトのトマソン選手の項目で言及されてもいる。無用階段の例かなり輪郭がぼやけてはいるものの、原爆型トマソンの例、暗挙化された。 用水路の上に残る橋桁トランカン。無用橋トマソンの例、ちくま文庫、トマソン大図鑑による分類。ありがとうございます。